皆さん、こんにちは。本日は2012年の数学 1A センター試験の第1問1の、えー、解説を行っていきたいと思います。早速始めていきましょう。えー、まず、はい、2x プラス1の絶対値、小なりイコール3。こちらの解に関してですが、はい、こういう風になった場合は、マイナス3と3で挟むことができます。あとは、はい、1で全部引き算してあげて、2で割り算して答えがマイナス2小なりイコール、x 小なりイコール1とすることができます。 続きまして2番になりますがはい A っていうふうになりましたが同じようにやっていきましょうマイナス A と A で挟んであげてマイナス1で両方計算をしてあげるだあとは2で割り算してあげれば答えになりますはい続きまして3番ですねはい、えー、不等式1、はい、この式を満たす、えー、X の個数っていうのはどうなるかっていうとはい、えー ね、A が3のとき、はい、どうなるかっていいますと A が3のときは、まあ、実際に代入してあげるといいですねそうすると、えー、こちらがマイナス2でこちら計算すると、えー、1になりますのでマイナス2マイナス101の4つというふうにすることができますで、えー、この N が初めて4よりも大きくなるためにはどうすればいいかというふうに言うと4よりも大きくなる ということは、結局、これを満たすのがもうちょっと増えればいいよということで、えー、ここ4だとしたら、まだ残念ながらこれ増えないです。マ、ね、イナス2.5と1.5になりますので。で、5にすれば、5にすれば、えー、結局これ範囲がマイナス3から2になりますので、えー、ちょっと増えますよね。結局は、えっ、ー、と、まあ、n ね、4よりも大きくなりますよね。なので、a イコール5。このように答えることができます。 はい。ま、あ絶対値ですね。絶対値のこういうふうに外し方、えー、不等式の外し方に関しては結構重要なポイントとなりますので、しっかりと押さえておくようにしましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。